でも結局です。皆さん、カムラチケットお持ちでしょうか。まあ、カセネギ、このね、日の富港の巫女服っぽいカセネギとか、男性キャラだったら、うつし教官のカセネギとか、最近めちゃくちゃ話題になっている、こちらの忍者ソードみたいな、この村人からの依頼を受けて作れる武器とかにカムラチケット大体使われるんだけど、まあ、あんまりみんな適当にポンポン使っちゃって、やべ、持ってねえわっていう人も地味にいるんじゃないかなと思います。で、カムラチケットの入手条件っていうのが、この里クエ、日の絵から受ける里クエか百竜夜行を一定回数クリアすると、普賢から吹き出しが出て、このカムラチケットをもらえるっていう風になってます。で、初回一番最初にね、星5の悪逆無道のマガイマカドが緊急クエストで出るんですけど、そちらをクリアした時に最初初回5枚ぐらいもらえます。その後はクエストをね、10回ぐらいクリアすると1枚もらえて、その後15回ぐらいクリアすると3枚もらえて、その後3回目以降は20回前後クリアすると5枚ずつもらえるっていう風になっているみたいです。なんで、まあ里クエを20回以上、あるいは百竜夜行をそれなりの回数こなす必要があるってなってるんですけど、まあ、めちゃくちゃめんどくさいんですけど、すごく簡単な方法がこれですね。レベル1のほおずきコロコロ、こちらがね、まあ1周1分ぐらいでクリアできるクエストになってるんで、これをひたすら回るのが、まあ、すごく簡単なカムラチケットの入手方法になるかなと思います。で、こちらのほおずきコロコロを最速でクリアするのに必要な条件がいくつかあって、まあ必要じゃない、必須ではないんですけど、あるとより早いっていうのがあります。まず一つ目に、大屋城跡のサブキャンプを開放していること、サブキャンプ開放しているとすごく楽になります。そして二つ目に、この地質学のレベル2以上をつけておくこと、これをつけておくと、あの取得数が1個増えるんで、よりクリアが早くなりやすいです。で、その地質学自体は、こちらのレザー装備、あの加工屋で作成でも購入でも手に入るんで、まあ購入した方がね、ちょっと高いですけど早いかなと思います。2箇所作ればいいので、まあ頭と腕とかで、まあ24000ゼニーかかるんですけど、まあ作っといた方が断然早くクリアできるんで、おすすめですと。ちなみにレザー装備は、あの金作をやるとき、鉱石をたくさん掘ってそれを売るっていう金作をするときにも重宝するんで、レザー装備はね、まあちょっと24000か3万6000か払って手に入れておくといいかなと思います。で、スタートして、あのマップの左下のマップの緑の丸が、このほおずきコロコロが落ちてる場所になります。1個目、このね、入ってすぐ左、キャンプ降りてすぐ左の奥、崖裏のところを取って、次にサブキャンプに移動します。この時にサブキャンプがあると、そのほおずきコロコロは密集するところにワープできるんで、ファストトラベルできるんで、すごく便利ですと。このファストトラベルしたそのすぐ先に、ここに1箇所で、ここ飛んで、この右回りのこの崖、ここにもう1個ありますと。もう3箇所回ったらクリアできます。で、時々ね、火玉ほおずきじゃなくて、ちょっとレアなアイテムが手に入るときがあるんですけど、その時はこっちの崖登った先に、ここにもあるんで、ここの4つ目取れば基本的に全部クリアできますと。で、今ちょっと説明しながら行って、45秒、こんなもんですね。説明省いたら多分30秒ぐらいでいけるんじゃないですか。これを20回ぐらい繰り返せば確実に手に入ります。サブキャンプの場所は、まあさっきのところ一時停止して、場所をミニマップ見ながら探してみてください。そしたらね、あの依頼クエストもらうんで、伊豆地を八頭討伐してキャンプが解放されますと。で、伊豆地八頭討伐の時も、里クエストのレベル1で伊豆地を八頭討伐してくださいっていうクエストがあるんで、それをやるとね、あの伊豆地を見つけやすい、かつまあ、効率よく里クエを進められるんじゃないかなと思います。これだね、うん、っていう感じかな。まあカムラチケットを多分みんなあんまり意識して入手してなかったと思うんで、どうやって手に入るんだろう、やべえ忍者ソード作れねえ、やべえ重ね着作れねえって人は、ぜひ参考にしてみてください。さらば。